お待たせしました。これ。いらっしゃいませ。めっちゃだるそうな人来たな。じゃあ一応シェイクで。ご一緒にポテトやハンバーガーはいかがですか？いい。お待ちいただかなくていいので、お席でお待ちください。え、いちごシェイクです。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ほぼ固形っぽいんだけど。もう少し溶けるまで待て。もうちょっと待て。そのポテトなんかやる気なさげでめっちゃ俺じゃん。絶対バイトとかできないと思う。そうだな。ダブルで睨まれてる。っていうかお友達がめちゃくちゃ怖いよ。おい姉ちゃん、4番のおもちゃしのぎれってどういうこっち？太田、うん？ワックってめちゃくちゃ心広いね。なんかちょっとワックと歩み寄れた気がするよ。また来ます。日を改めて復讐に。ビラ配りしてるんだ。また来てるし、あの二人。このソファーと一心同体、たとえどんな天変地異に襲われようとも。同じクラスのサヤ、うちの兄。はじめまして。これは言わなくていいから。ってわーリノ、これは言わなくていいから。今日はついてる。邪魔者の太田もなぜかいないし、間が持てないからといって無理しなくて大丈夫。うちもお兄ちゃんいるけど。はあ、相席嫌だったのかな。飲み物注文するの忘れてた。ちょっと買ってくる。どうしよう。ひょろひょろのぐうたらだから、リノが困った時とかもこんな兄で本当かわいそうだよね。申し訳ない。そっか、じゃあ自信持って引き続きダラダラする。お兄ちゃん。そこまで。なんでいるのよ太田。お兄ちゃんたちも友達だったんだね。すごい偶然。そうだな。嬉しそうだな、サヤ。楽しかったのか。リノ、バナナ買って帰る。ああ、俺後で食べるから。うぬれ太田、小食なお兄ちゃんに完食なんてさせて。泳げないとは。それでどうしてプールに来ようと思うんだ。しっかり準備運動する。温泉か。浮き輪忘れてるぞ。あー、やめて。ほら、本当に泳げない人間に。チャプチャプと。なんだ。すっげー。で、また君らかよ。俺たちこれからもオキプロの名に恥じぬよう努力します。ありがとうございました。俺は今びっくりするほど体がだるくてめちゃめちゃ眠いんだが、まるで俺まで田中になった気分だ。あれをやってるのか、授業中に。ご教授願います、師匠。背を10センチ以上伸ばしたいのです。5日以内に。えっちゃんの浴衣姿、きっとと
ても大人っぽくて素敵なはずです。わーい、金魚すくいしたいです。 お揃いは嬉しいけど、その選択肢が一番なしです。ただの怪しい二人組です。そもそも行かなければ浴衣を着る必要もないです。天才ですか、師匠。よし、善は急げです。早速今日の放課後、呉服屋さんへ行ってみましょう。危険な大人の香りですいや、香ってないから迷っちゃいますね。やっぱり花火見に行くなら浴衣とか着たりするもんなんだ。私も買おうかな。師匠、師匠、大発見です。下駄を履くといつもよりちょっと背が高くなります。田中くん、似合いそう。いいな、楽しそうだ。俺は部屋で寝てたい。俺これがいいな、着るの楽そう。そこは一番妥協しちゃいかんところだ。おお。うん、いいと思う。すごく似合ってる。下駄でなんとかなるレベルじゃなかった。あれでも一番小さいサイズらしいです。既製品で合うのがないなら作っちゃえばいいんだよ。あ、白石さん、浴衣作れるんですか。はい私お花の柄がいいです。きっと似合うよ。お待たせしましたちっちゃいのもたまには悪くないですね。うん、うん、やーど、天使か、天使なのか。お団子かわいすぎるぞ。こら、意外にきっちり着てた。お前らも一緒なのか。カントバしてんじゃねえぞ。可愛いな、よく似合ってるぞ越前。はぁ、なんだと、神か。え、お前なんかひんやりしてろ。ああ、では文化祭の出し物ですが、模擬店もいろいろ出るらしいし、今から楽しみだな、田中。田中くん、太田くん、あと残ってるのお化け役だけだから頑張って怖いお化けの大道具作りますね。頼むな。こういう時こそ特訓したあれを使ってフェイドアウトすれば。クラスに所属している以上何も仕事を担わないわけにもいかんからな。お化け屋敷的にも美味しいし。いや、田中はあそこに立って。浦島屋、決め台詞決まってない竜宮城か。おお、いい感じだな、うん、こうなったらやむを得ん。まぶた目だ。俺寝てた。何それ、超怖い。はい、こうか。今ナチュラルに、ナチュラルにラタイオ。お前らお化け役か。見かけによらずやる気じゃねえか。エッサホイゾ、エッサホイゾ。よいしょっと。じゃ、人を入れて予行演習してみよう。風呂だ。お風呂。ここが一 F お化け屋敷メインステージだ。実は俺、お化けが怖いんだ。その顔で。実は今中を通ってきただけで腰が抜けている。妖怪猫女です。かけるから出てこい。お客様、1名様でございますか。帰れよ、今見たことは全て忘れろ。ダメだ。いい、オーダー。こ
ここに置いたまま人を呼びに行くのも心配。あれは、あれはどこに？やっぱり日常が落ち着く。屋上には近づかん方がいいぞ。俺もあそこで見た。いや、謎のまじないがしてある。食事中に喋ると運気ダウンって朝の占いで言ってたから、ちょっと黙ってて。太田、よかったら席を。宮野さん、一番前と変わってあげてもいいけど。はあ、一番いいのは太田の真後ろだった。頑張っていっぱい話すぞ。じゃあな、白石。あ、うん、また明日。対策を考えないと。なんだか今日は暑いな。あ、見てる。ティッシュあるぞ。肌に優しい保湿タイプだ。太田くんのバカ、それ机くっつけフラグ。ん？あの格好で。白石さんはとっても素敵な方です。もっと自分を信じてあげてください。私頑張ってこの子に人間関係成功させてみせるよ。その意気です。一人好きだから。逆効果だ。まさかお前、まさかすでに中の海へも到達済みってわけか。田中のやつ、彼女がいたんだよ。彼女？じゃあ妹で。待て、ごまかすならもうちょっと頑張ってごまかせよ。だから違うって。田中君も困ってる。というわけで、男はまんざらでもないからこういうの。何を言ってるんだ、このメガネは。彼女がいながらそんな気配をみじんも感じさせない、その余裕あるお姿、さすがです。師匠、師匠のバカ、お団子なしです。月、俺後つけちゃおうかな。ほっとけ。田中に彼女ができてな。女？あいつに？俺たちも付き合わないか。ちょっと小脇に抱えさせてくれないか。むしろこの方の素晴らしさを聞いてほしいでさ。おかしいな、一人ぼっちだぞ田中。俺の人生には太田が絶対に必要だということが。おのれ太田。ごめん田中、俺らの勘違いだった。師匠、お団子なしって言ってごめんなさいです。あんな騒がしいなら俺一生彼女できなくていいや。